やるか。こんにちは。ここはどこでしょうか。一体説明してくれ。資格あるもの使うと体癒すわけ。ありがとう。聞くわ。失った大陸、セントールの祭壇、誰も来ることのない祭壇、滅びた町が2つある。バーノス、ガタス。早くに隠された呪文を発見しない限り門は開かぬ。呪文を手に入れることじゃ。うん、なるほど。まあ、要するにここ探索しようってことか。ここ結構不気味だよね。ちょっと結構さ、俺さ、早く終わらせたいんだよ、ここ。なかったっけ？何もなし。ここはもう、目標は20分ぐらいで終わらせることだな。動画時間って言うと、20分ぐらいで。いけるか？俺にはわからんが、私のが来た。先制攻撃、ちょっとそういうのやめてほしいよね。ピーポピーポピーポー。まあ、先日のダンジョンは結構きつかったから、まあ、ここは多少は楽をしたいと言いたいところだが、まだ楽はさせてくれないようだな。やめないか、君たちは。怒りの一撃よ。ふんか？ファイナルクロー。バッシャー！おい。やるね。ファイナルクローだけでよかったじゃねえか、むしろ。あったあったから。不思議な帽子。ででーん。誰？何？何事これは。ギャブファーのあれか。おー、なんか出てきた。こんにちは。踊れたかい？前衛隊長、クイーンアンティ。みんなギャブファーさん送ってやった。何？捕まったの？ずっと待っていたのよ。はいはい。俺の卵この足がいただきよ。大陸全土に武漢入り込んでいる。マジか。あとの勝ち目ないわね。ドジャンした人まではここから先は行かないでしょうけどね。バーイ。何こいつ。俺じゃ倒す。覚悟しろ。無理に決まってんじゃん。俺じゃどんな死闘をくくり抜けてもレベル10ぐらい上がったと思って。おめえらか。もう今更で。ほれほれ。パビッポッピー。ファイナルクロー。はぁ。残念だな。その程度で俺たちが倒されると思ってるのは心外だな。よし。開かない。開かない。これ結構苦手なんだよね。これがやばい。こいつはこれがめんどくさい。非常に。やめてほしいな。おお、今日、よかった、よかった。これやめてほしいよね。だから、あいつさんも戦いたくないんだよ。でも、結構ね、逃げらんないんだよな、あの人。しかも、そんなに経験値くれるってわけでもないし、4500しかないからな。結構ね、なんとも言えないね。うい。こっちは何かあったっけ？なし！こっちもないんじゃね？多分。なし！くそ、なんという祭壇だ、ここは。速攻で終わらせたいぜ。そこっからね、2人出てくるようなんだよ。あの前のダンジョンの敵がさ、1体しか出てこなかったけど、だいたいこうやって2つセットで出てくるようになるから結構厄介なんだよね。ボービー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 。まあその分経験値も結構多いけどな。チェンジ。はっ、何やってんのこいつ。やりやがったな。あの野郎。わけのわかんないこと。魔王の壺。ででん、ででん、ででん、ででん。ぽぽ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 。うい。で、これ、あれでしょ？ミート増えなんもないでしょ？で、一回戻るわ。一回戻って、何するかっていうと。ででん、ででん、ここ。さっき上げたとこ。で、ここに階段できてんのよ。さっきのスイッチ押したから。で、ここで、マジックハーフ。ふん。あ、そうか、海流使う、ボス戦とかに使えばいいのか、マジックハーフって。その時のあれか、ボス戦の時に海流使う前に、マジックハーフ使いまくればいいのか。いいですね。てーん。いくぞ、じゃあ。てーん。ビロビロビロン。この不気味な感じがな、厄介だよね。右から行くか、じゃあ。
結構時間かかりそうだな。で、これね、こうぐるっとね、回っていかなきゃいけないんだよね。あそこ、まあ、ここからいっか、じゃあ。キララが、ついに、ホスラムを覚えた。素晴らしい。まあ、これも結構、これも覚えてるけどね、いつの間にか。150ダメージ。まあ、結構いい感じの、は揃ってきてるよ。バーノス、ポッポッポー。ピー、ピロピロピー、こんなかったっけ。人がいるね。まあ、いい話変えるか。どの声ですか？回復してくれ。命がけ、古代文明のあれか。買い物。道具屋です。この間はなんだ一体。スモークボール投げ専用。マイティーマジック。買う？買おうぜ。もう買っちゃ買っちゃ。で、マジックキューブも買う。マジカルキューブか。よーし。もうスターナイフはね、どんどん買うべきも。なんかあったっけ？なんかあった気がするんだよな。ちょっと待って。まあ、行くしかないか。うい。誰だ？んだこいつは。バワンピンポンピー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 ポン。投げる。まだ13本しかないのか。ほい。こいつ結構しぶとかった気がすんな。てるん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 。てるん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 。やめて。そういった行いは。ここでもスターナイフをガンガン使うのよ。ふん。しぶてえな。体力こいついくつかだったっけ？ 1 万3000ぐらいだったっけ？こいつもしかして。そんなないか。おいっといっといと。こんなもんか。でもこれもイベントセントみたいなもんで、これ今手に入れた、今の手に入れた瞬間に、もう敵出なくなるんだけど、で、ここね、この場合ね、今こうやっていったじゃん、俺。こうやっていったじゃん。でも、ここまっすぐとかさ、行ったりとかすると、道を間違えると、こうやって行くと、一歩歩くごとにさっきのやつが出てくるんだよ。だそこをかなり気をつけなければならないということ。そういう感じで、ここは虹色の指を手に入れた。じゃあ次行く？うーい。で、ここね、結構広いんだけど、これなんていうのかな。本来であれば次の目的地は左側にあるんだよ。左側に同じような建物があって、で、そこでまたあのさっきみたいな感じで、オープンスペルなんちゃらかんちゃらって手に入れないけないんだけど、このね、周りに、一周するとね、これ宝、これ、まあ、そこそこにいいアイテムあるから、まあ、これを取っていく、頑張って。バーッと。ででん。プル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 よーし、次行くぜ。ガダス。パン、ピロピロ、これなんかあったぞ。よ。はるか昔に滅んでしまった。彼らの作った我々ロボットと。はぁ、あ。こっかな。あったん、タイの帽子。よーし。すげえ、支えてるね。変な赤みたいな。これはこっちだな。まあ、絶対叩かなきゃいけないんだけど。オープンスペル G。 よーし、これでここもおさらばだ。ドゥルドゥドゥン。ピーピロピロピー。これでも一応揃ったね。で、これだと行くべき場所は上だ。上に謎の場所がある。俺はそこに行かなければならない。だいぶ強くなったぞ。レベル43ぐらいだったのがレベルもう57ぐらいまで来てる。
とわの谷。来たか、ここか。お、いるね。こんにちは。何この扉、開きはしないじゃない。クリスタルないわね。ヒステリックだ。あんたできたの、しぶといわね。イライラしてんのよ、分かってんの、知らん。あんたできてんの、大体何やってんの。あーもうイライラするってないわね。やめてやつあたり。開けるための、この後あんたたちボコボコにしてそれいただいてあげるわ。へい、やめなさい、そういった行いすんのは。ずいぶんあれだな、女王って感じだな。フレームショットってやつをいつお前にかせれば覚えた。ドゥ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 、マスターナイフは取っとくか。どうしようかな。炎が確か効くはずだろ。レッドドラゴン一家じゃ。おう、114。私たちだいぶ強くなっちゃったわよ。このレッドドラゴンの一撃を食らいなさい。ガオー、すげえ、めっちゃ食らってる。ファイアクロス284。ファイナルクロー。どうよこの恐ろしい強さ。これやべえぞ、俺たち最強だな。もう最強を超えてるよ。この曲なんか久しぶりに聴いた気がするな。お、すげえすげえすげえ、強え。曲も堪能するか。この曲もすごい好きやからな俺は。うんか、あれ、おい、そんなもんか貴様は。悔しい。ああ残念。ガイアミ、あいつがなんかレアイ、あ違うか、別のやつか、別のやつだか、まあ何でもないや。バーのその呪文、ああわからんよ、わからんよ俺。じゃあ間違います。バーノスね。これか、スプルルバオーラ。オッケー、はい、スプルルバオーラ。オッケー、オッケーオッケーオッケー。でこっちがガダブルダオーラ。ほい、うん、ガダブルダオーラ。オッケー。あの二つの像面白いな。なんかあの棒に乗ってなんかさ、なんか妙になんかちょっとシュールな感じがするの。俺の気のせいか。こう、それで支えてるっていうのなんかいい感じだな。これはこっちかな。敵出るのか、ここ。敵出ないと思ったけどな。そんなに甘くもないと。そんなに甘くもねえよな。へっ。別に構わんけどよ。トゥン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 トゥ。天使の方位。オーラシールド。オーラの鎧。これは、やばいんじゃないか？お、すげえ！オーラーシールド。これもなんかあるね。すごいのがあるじゃないか。トゥントゥントゥン。ガイナシールド。ほう。ん？回復か、これ。ちょっとやばそうだから、ちょっと一回外に出て。よし、準備していきます。行くぞ。何？お、すげえ。虹色のドラゴンだ。我がのオーラドラゴン、オーラの玉の最後の関門である。オーラの玉の持つ王にふさわしいかどうかを最後にこのわしが試してやろう。お前たちの真の力を見せてみるがよい。マジか。こいつがね、かなり、結構、いや、相当強い。まあ、ちょっとここは本気でいかないと。まあ、このために俺はスターナイフを温存してきた。一気にやるか、じゃあちょっと。そうだね。ランドドラゴン。スポネチネギ？食らうね。一気に蹴りをつけたいところだな。頑張るしかない。512。大海流。これ眩しいんだよね、これ。強いんだけどね。おお、すごいすごい。ボボボボ。おお、409。これ強いな。これ主人公しか使えないんだよね。まず、あ、使っていくか、ちょっと。だが眩しいのはあれだな。俺が大海流召喚したときはもう目をつぶった方がいい。ああ、ガローばっかり。
次ホスラーも使った方がいいな。ランドドラゴン、おいき、ガオー、わしのあれじゃ。目をつぶれ、そして目を開けろ。これ結構ダメージ与えてんじゃない？もう結構もう2、3000ぐらいいったよね。もう使えない、なんということだ。これはマジカルキューブを使うしかない。なかなかこいつは ここまでダメージを与えてるのにここまで粘るとはな。なかなか恐ろしい敵だ。ホスラム、よろしく。ガローばっかり。スターナイフ、マジカルキューブだ。俺の最後の苦労がうなるぜ。なかなかしぶてえな。もうこれで行ってくれ。うおー、マジか。ラストレインボー、やりやがったな、この野郎。やりやがったな。くそー、5000も回復しやがって。俺たちの苦労を全て、俺たちの全て黒パッパカパーにしやがって、この野郎。この野郎、許さんぞ、許さんぞ。目をつぶれ。くんか。これやべえな。よし、ここで、じゃあホスパーだな。ホスパー使いの、スターナイフがなくなってしまう。なんということだ。ホスラムで、誰か来する？あー、際どいな。こちら。ホスラムよ。あんたの力で、倒すのよ。ふんがー。俺のナイフを食らうがいい。ファイナルクロー、おー、ズタズタにしてしまえ。なんという恐ろしい敵だ。これだけダメージを与えたのにあいつは倒れしない。そしてそれどころか回復もしやがった。5000も回復した。そんな許されることがあったまるか。ホーリーさん、大丈夫かこれ。おー、キラがやべえ。闇に生きる男にとっては光の魔法は結構強いからな。こんな恐ろしいことがあったまるか。ガオー、ランドドラゴンじゃ。心優しいランドドラゴン、眩しい大海流、目立ちたがり屋だな、きっとこいつは。承認欲求が半端ないのかもしれん。光ることによって自分の存在を知らしめようとするのがちょっと恐ろしいあれを持ってるのかもしれんな。ちょ待って、これ待って、ちょ結構やばくね、全体的にやばい。あー、まあまあ頑張ろう。で、ここでホスラムで、ホスパーがあるから OK でしょ。で、ここで、ふい。頼むぞ。OK。しっかりしなさいよ。ふん。みたいな感じのやりとりがあるかもしれん。魂抜かれてんだ、これ。危ねえ。うわぁ、いい加減倒れろ、もう。早く倒してくれ。俺はもうこいつと強すぎて、もう、こいつともう戦いたくねえ。投げる。スターナイフがもう全然ない。あー、ホスラム使った方がいいよな。粘る。粘る男だ、こいつは。最後の関門半端ねえな。危ねえ。オロナルで決める。おお、ほんとに決めやがった。決めやがった。5万やべえな。5万の経験値半端ねえぞ、これ。5万パール。もうついでにくれたら俺は嬉しいな。スターナイフが欲しいんだ、俺は。さすがじゃ、ついにオラの友の力を正しき方向に導く資格を持った者が現れた。わしは、この日を待っておった。お前たちにならきっとできる。ギャブファーを倒し、シェルダルドを救うのじゃ。行け、カイの勇者よ。ほう。お、ついにオラドラゴンを倒し、オラの友を手に入れた。愛の剣は生まれ変わるエネルギーを蓄えた。このことをグレートドームに報告するためドラドシーに戻ることにした。あ、勝手に戻ってくれんの、すげえ楽だよ。それは助かるわ。おお、なんか久しぶりだな、この地上世界になんかすげえ久しぶりに感じるぞ。オラタの手入れだか、よくやってくれた。ギャファーを倒せない限り平和は戻らぬ。お前には何も言うことはない。その腕でその勇気で愛の根源ギャファーを倒してくれ。何こいつ、完全丸投げじゃないか。丸投げじゃないか。グレート丸投げだよ。
全部あれだな。ボーラーも改良、待って、あ、わかった。海にあるに違いない。信じておったぞ。ふん。本当かや。100年はっければって言ってっけど、本当に仲間になってくれるとかそういう感じ？どうだかね。わしにはわからんよ。じゃああっちに行けばいいのか。潜水艦のところに。お、はいはいはい。めっちゃ走るの早かったね、今。よくぞご無事で、オーラの弾を手に入れたようですね。普段も そんぐらい早く走れればいいのに。改造を置いたばっかりです。どうぞこちらへ。こんにちは。この曲久しぶりに聞いたな。オーラの弾を手に入れたそうだな。お前が頑張ってる間、わしらも遊んだわけじゃなく、ちゃんと頑張っておったぞ。いろいろな町を襲ったギャブ派の隕石のかけらを調べ、金属の製造に成功した。隕石インゼット。本当か？ルゴンで。何？変な名前。やっぱり変か。イエス。カッタイオン X。めっちゃ首振ってると思う。どうにかしろよ、こいつ。これでもダメか。分かったよ。博士。なんじゃ、プリプリ。プリプリ。プリプリ。この名前はどうでしょう。ゴニョゴニョ。そんなもんがいいのか。よくわからんが、一応言ってみるか。この名前はどうじゃ、何、どんな感じ。名付けて。これって超硬いよねっていうか、うん、ちょっとね。ちょっと俺はもう何も言わないでおこう。これに関しては。ちょっとなんか世代を感じるな、なんかちょっと。ジェネレーションギャップというか、なんかもう、90年代って感じがするな。お前のことなんて聞くんじゃなかった。ドクター・ワイリー。アラビア、なんだい。深い海の底には潜れるようになった。ほうほう。ギャウファーの基地を探し、一刻も早く雇を倒してくれ。わかった。行きましょう、アラビアさん。なるほど。ああ、硬い鉄。まだやってるね。カッチョインネオ。カッチョインネオがまだそれがちゃんまともだよ。あいつは話しかけ忘れた。戻るよ。戻るよ、俺は。ここだろ？ふい。せっかく出発したのに、また戻ってくるっていう。あれ？なんかあったんですか？みたいな感じで。上手、戻ってきました。ボラお久しぶり。お前ないとまた嬉しいよ、俺。そうか、そうか。いいことだ。かっこよくなったでしょ。変わってない？色も変えたかったの？真っ赤っかにすればよかったかもしれない。タンタンタン、ピロピピン。頑張るよ。とても頑張るよ。で、まあ、しばらくっていうか、まあ、これで海底に行けるようになったわけなんだけれども、まあ、この機会にちょっと、そう、知らない場所があるかもしれないから、それを探しに行くのと、まあ、いろいろ、まあ、やり残したことが結構いっぱい残ってるんで、そこはもう一気にも全部からづけようかなと。で、その後に、ギャブファーのいる場所に行こうではないかと思います。あら、寝てる人がいる。この人いたっけ？ああ、それはかわいそうだな。ブラックだな。ボロ、ありがとう。君のおかげで潜水艦が完成したと。まあ、みんなのおかげだけどね。ああ、ちょっとまあ、忘れないうちに行っとくか、そこに。よーし。オーラードラゴン倒したから、どうだ。おう、よろしく。待ってくれ。しょー。カッキン、カッキン、カッキン。いいね。この音好きだよ、俺。コロナブレード。太陽の力を受けし、火の力の剣。それはコロナ。かっこいいね。どんどんいい感じになってんじゃん。ほう。まだ鍛えられるのか。コロナブレード。次は、まあ、いろんなとこ、世界、まあ、世界探索すっか。まあ、世界探索して、まあ、その後は、まあ、残ってる、まあ、サブイベント。そうだよ。残ってんじゃん、イベント。結構残ってるわ。まあ、そこら辺ちょっとま、ちょいちょいとやってって、ギャブハンのとこに、行こうと思います。これ何が待っているのか。ファインダーと。ネクストタイム。セットチャンス、see you.